こうこと西さんの美容師あるある。ほい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 。はーい、ココちゃん、今日は前髪長めのちょっとバブにしたね。長さはどうかな。いい感じ。もうちょっと絡まり切ろうか。うちの顔周り、右ももうちょっと切ろうかな。右ももうちょっと顔周り。これでどうだろう。これでどうだろう、これ。もういいか。これぐらいかな。どう、ココちゃん、これぐらい、はい、どう、これぐらい、この辺、これぐらい、はい、いい感じ。いい感じ。うん、オッケー。いいよ、かわいいと思う。はい、どうも、西さんです。はい、ということでね、今日なんですけれども、はい、今日ね、全くね、企画を考えてないんですよね。今日は何をやりましょうかね、ココちゃん。いやいやいや、後ろに書いてあるじゃないですか。え、おお。今日は何ですか。今日は、はい、絶壁太陽、はいはいはい、ですね。はいはい、そうですね、はい、絶壁太陽のブランド編ということでね、はい、ちょっと先日の動画で、はい、チェニングによる、骨格補正っていうのを、はい、やったと思うんですけれども、はい、はい、骨格とかね、毛流とかね、はい、毛量、癖、いろいろあるよね、シンボルトで、はい、結局そういう風ないろんな素材に対して一個の髪型に落とし込んでいこうと思うと、やっぱりね、そのブラントとセニング、はい、両方を使って、そのいろんなものをこうね、補正していかないといけない、はい、いう風な感じになって、今日は特に多いこう絶壁太陽の、ブランドカットで、どういう風に補正していくのか、はい、っていうところをね、お伝えしていこうかなと思いますね。はい、はい、ってことで、絶壁の頭とは、コウコちゃんもね、結構綺麗な丸やったんですよ。綺麗、はい、こんな感じかな、はい、うまいことかけたね。ほら、ああ、絶壁ってことですね。そう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 、はいはいはい、絶壁ってこうなってますよね。はいはい、うん、これ中にはほんとちょっと反ってる人もいる感じのね、場合もありますけれども、はい、でここに対して、はい、こういうね、こういうかわいいこういうかわいいこの丸ね、誰か欲しい、はい、誰か、モデルさんですけどね、はいはい、こういうかわいい丸みが欲しいわけですよ、はい、ね、しかしながら頭はこういうね、こういうことに対してどういうふうにこう丸を作っていくのかっていうね、はい、これかわいいでしょ、これどうですか。かわいいですね。そうでしょ、そうでしょ。どういう丸を作っていくのかっていうふうなことなんですよ、はい、いいですか。ここに出っ張りがあるってことは、はい、形っていうのは対比なんで、はい、ここに出っ張りがあるということはここに締まりもあるわけですよ、うん、ってことですよね。いや、逆に考えてたら後頭部が出てない、例えば出てる人に対してへこんでるって言えますよね、はい、へこんでるって言う。でも逆に言えばネープが出てるとも言えませんか。うん、なるほどね。わかります、わかります。ね、ネープがもしこの人がこういうふうにへこんでたら、はい、ね、こういうふうにちゃん、こういうふうにへこんでたら、ここには頭はの形としては丸みが出るというふうに、言えるわけじゃないですか、はい、形っていうのは対比なんで、はい、やっぱりそのボリュームがあるところとないところをこういうふうな絶壁の髪の毛に作っていくことで矯正することができるというふうなことなんですよね、はい、で、じゃあカットラインがどういうふうになっていくのかっていうふうなところなんですけど、これもやっぱり髪質とかによっても多少は当然変化してくるわけですよ、うん、
その人に合わせて作っていかないといけない。はい。じゃあめっちゃ絶壁でめっちゃボリュームが出ないって考えた時に、うん、一番ボリュームの出る、まあ、この頭の丸みをね、はいはい、作れるカットラインは何かっていうところを考えたいんですよ。わ、うん、かります、はい、つまり一番厚みの出るカット、これって何ですか？一番厚みの出るカットってワンレングスです。そうですよね、はい、ワンレングスっていうのはつまり髪の毛を全く同じラインで全部ここを下ろしてくるわけだから、はい、ね、ここに対してグラデーションがこう入ったりとかレイヤーがこう入ったりとかするわけでしょ、うん、だからワンレングスが一番厚みをこうキープすることができるわけなんですよね、はい、うん、で逆に、一番、タイトになるカットって何ですか？レイヤーカット。そうですね、レイヤーカット、レイヤーカットっていうふうなことになっていますね、はい、ってことは例えばこの人が来ました、まあ髪質はじゃあ猫っ毛、なかなかボリュームが出ない髪の毛だとしましょう、はい、じゃあこの人に対して最も絶壁対応、一番ここを出せるようなカットっていうのは何かって言ったら、つまり、ネープから上にね、こっから上、こっから上にワンレングスを乗せる、はい、そしてこっから下にレイヤーを乗せていくと、うん、いうのこれが一番差がつくよね。はい、そうですね、わかるよね。タイトなレイヤーに対してワンレングス、ワイドな、厚みの出るようなワンレングスを乗せていくと、うんうん、いうふうなこと。ほんでこれだとやっぱりさありすぎるでなってきた時にちょっとこっちを削ったりとかすればいいというふうな感じだと、うんうん、はい、と全くすかずにここをワンレイに切りました、うんうん、でここをレイヤーにできるだけ切りましたってなった時にもうこの人の素材でいったらもうそれ以上の、対応っていうのは、まあ、カットではもう無理なわけですよ、はい、ってことになるよね、はい、うん、だからそこが、まあ、最大限の、対応っていうことになってくるわけなんで、やっぱ美容師としては、まあ、まず一番どれだけボリュームが出せるのかっていうふうな、ことっていうか、まあ、こういう考え方っていうのはやっぱ分かっておく必要があるでしょうね、うん、はい。日産コーコはインスタやってます。概要欄からチェックしてみてください。フォローしたらいいことあるかも。サブチャンネルバックルームもよろしくね。じゃあちょっと一回ね、はい、ワンレングスの下に、レイヤー、はい、まあ、どれだけ差が出るのかっていうのをね、まあ、やっていきたいと思います。はい、はい、これはね結構ね、あのね、まあ猫っ毛、俺この前ね、割と猫っ毛のお客さんにハンサムショート切ったんだけど、はい、その時もまあちょっと使ったんだよね、はいはいはい、後頭部のボリュームが欲しいっていうから、はい、ここにまあほぼ、まあ、ワンレングスといえば、まあ厳密に言うと上の毛の方をね、はい、なんか長く切ったりするんだけど、はい、まあこれの場合はまあちょっとまあ指で浮かす感じかな、うんうん、まあ、指で掴んで、まあ、ここに一回このラインを入れていく、はい、これステップって言ったりとかするんだけどね。へー、うん、でそのままちょっとまっすぐに、ステップを広げていきます。はい、ステップ、ステップグラデーションとか言ったりするんですけどね。へー、はい、まあショートボブのまあこの感じだったらちょっとなんていうかな、このハンサムショートっぽくなるんですけど、はいはい、うん、まあ、ショートボブになってくるとちょっとグラの入れ方がこうちょっと前下がりに落としたりとかするんで、はい、まあ、分かりにくいんで、まあ、ハンサムショートっぽくやってみましょう。はい、こんな感じでステップが入りました。はい、ちなみにですね、まあこれ今ネープの生え際はここなんですけど、はい、まあ、かなり低めにステップを入れてますね、うんうん、でまあ営業で使う場合だったらこれ本当はもうちょっと高くした方が分かりやすいんだけど、営業で使う場合だったら
まあ、ここからちょっとボリューム出てこうロールで巻いたりとかしてグッとなったりとかね、はいはい、でさらにこう角を取ったりとかして上がったりとかして、まあ、お尻のウエイト位置がどん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 上に上がっちゃうと、はい、いうような感じになるんでね、はい、ブローして乾かして上がってブローして上がって角取って上がってで最後巻いて上がってすいて上がってみたいな感じでさ、もう上がる方向しかないから、はいはい、お尻上がる上がるみたいな、もう尻ガルの方向しかないから、はいはいはい、だからできるだけ低めに切るってなるのコツです。このステップに関して言うとね、はい、でステップ切りましたとなら一回ちょっと巻きましょう、真ん中にね割りましょうね、こういう感じで、はい、ちょっとこっちは分かりやすいようにだっかり止めてきまーす。なら、こうしましょう。こういう感じね。ちょっとハの字スライスで取ってみましょう。はい。はい、なら、こういうふうに出てきましたね。ほなら、見て、ここじゃん。はい。はい、ここにワンレングスのラインが来てるでしょ。来てますね。ここから、ここまでは切らずに、ここからレイヤーに切っていくね。はい。レイヤーに切っていく。アウトラインはまあ後で切る感じでいいと思いますね、はい、ここからレイヤーに切っていきます。ハの字に取ってワンレングスがほらこういうワンレングスラインが切ってるでしょ、はいはい、でこの下をねこの下をグッとシェイプしてレイヤーに切っていきます。ワンレンライン見えますか。はい、ワンレンラインから下をしっかりとレイヤーに切っていく。まあ切ってない部分ってのはまあネープの部分だけなんで、まあ、ネープから上はまあとりあえずワンレンですなんでネープ部分を狙ってシェーピングしていったらいいですね。はい、まあ、この辺になってきたらもうほとんどね髪の毛なくなってきますけど、はい、こんな感じでステップから段がつながってきました、はい、これがまあこのウィッグで言えば最高にネープとそこから上に差がある状態ですね、はい、はい、になりますね。じゃあちょっとこれでね、一回ブローしてみたいと思います。はいはい、ね、ちょっとブロー終わりました。はい、はい、まあこんな感じでね、今、もうステーニングも全然入れてない状態ですね。はい、ちょっとグーッと呼び取ってもらっていいですか。はいはい、で上がワンレングスで下にワンレングスレイヤーでつないで結構差があるよね。そうですね、うん、で、まあカットだけで言えばまあ、このウィッグのこの素材で最も差がつけれるこのネープとまあ首だよね、はい、首でとこの後頭部の差っていうのはまあこれになるっていうことやね、はい、でまあこれやったらちょっと重すぎるんでまあ上にもう少し段、要するにここをワンレングスで切ってる部分に対してまあ少しこう角を取っていったりとかして丸み出していったりとかしてまあそういうグラデーションやね、まあ、段を入れていって、まあ、一番自分が思っている形の差をつけていくっていう風な感じなんだね、はい、うん、だからその絶壁補正っていう時にまあグラデーションの形でもそうなんだけどやっぱりそのね決まったラインじゃないねんね、うん、45度で切ったら絶対これになるとか30度で切ったら絶対これになるってはないんで、はいはい、なぜならお客様の素材がそれぞれ違うから、うん、っていうことだよね。だから自分が一番差をつくカットっていうのができていってそこからこうちょっとずつ削っていくっていう風な
漢字のカットを覚えといたら、まあどういうふうな頭の形、まあどういうふうな、毛量とか、髪質が来たとしても、はい、まあその人なりに最大限希望のシルエットに近づけるカットっていうのができてくると、まあ、いう感じになるんじゃないかなっていうふうに思うんでね、まあ、こういう考え方で、はい、あのバッグの、フォルムっていうのは作ってもらえればいいんじゃないかなと思いますね。はい、焼きのり青のり厚のりでーす。さあやってまいりました夏休み特別プレゼント企画。今回プレゼントするのは なんとハサミ曲がっちゃってます。切れるんでしょうか。刃先がカーブしているコルタドライシーザー、めっちゃ抜けるって噂やで。さらに美容学生アシスタント限定でコルタのカットシザーもあります。8月末までにチャンネル登録&コメント応募完了。美容学生とアシスタントの人はコメントに書いてくれ。なんと2本この機会絶対見逃すな。日産アツサでおかしなってるで。こうかと兄さんの美容師あるある。ちょっと待ってやるやるって言ったやろな。やるやるってあるあるが混ざったやろ。あるあるって言いました。いや絶対絶対まだ絶対あるあるって言いました。嘘っす。絶対ある美容師あるある。美容師あるある。美容師あるある。